まるっとキリマルです。皆さんこんにちは、キリマルでございます。皆さん今日は12月31日大晦日でございます。みんなにとってどんな一年になりましたでしょうか。大晦日といえば皆さん美味しいものを食べて贅沢していっぱいお菓子とアイスを食べて一年で一番太る年じゃないですか。私は2月までダイエットなので大晦日何も食べられないですよ。ということでダイエットご飯を食べながら最後の一年の締めやっていきます。一年最後、雑談でお願いします。ということで、お料理をするたびに購入してきました。YouTube 始めて2年。違う。YouTube を始めて1年経つんですけど、動画内で料理したのまだ2回目です。私さ、コンビニのおでん買うの苦手なんですよ。レジの店員さんに、おでんくださいっていうのがすごい苦手でね、今季1回もおでんまだ食べられてなくて、コンビニのおでんずっと食べたいなと思ってたんですけど、そしたらさ、ファミマありがたいことに、このなんか自分で作る、もはやファミマにおでん売ってなくて、自分で作る形式になっちゃったんですよ。なので、これは自炊です。立派な自炊です。私の中で洗い物がある、イコール自炊だからね。やばくない？そんなん言いながらもこさん、1月23歳になるんですよ、皆さん。1月3日、私の誕生日。111キロカロリー、何分とか書いてないじゃん。はい、ということで今1品やってるんで、もう1品作っていきたいと思います。3分以内に終わらせたい。はい、もうね、2個お皿を使う時点で私の中では立派な自炊。お豆腐のお味噌を切ってバコンを入れます。料理はね、どんだけ効率よく短時間でできるか、これによっていい奥さん度が変わってくるんでね。うわ、今みんなの画面の向こうで納豆の匂いがしましたでしょう。うわ、ゴミ袋はなんでないの。あ、自分で持ってたのか。してたの。なんか寂しい時だって幸せは歩いてこないだ。もう一品完成し始めています。よくみんなに言われるのがさ、納豆と白身の組み合わせが良くないって聞くんですけど、私は関係なく白身めっちゃ好きなんですよ。白身と納豆の組み合わせがね、逆に好きやから入れてます。ごめんなさいね。秘密の魔法の言葉なの。完成いたしました。納豆卵豆腐とクノールカープスープ実食していきます。湯気が立ってきました。実食 していきます。完成しました。じゃあいただきます。熱っ。バカや、こんな熱いスープに熱伝導いいスプーン使ってしまった。おいしい。150キロカロリーです。本当はね、卵食べたかったけどなかった。自分で選ぶことはできないってやつ。もともと猫舌やのにさ、歯の矯正してて、上だけ裏側矯正してるから歯の裏にめっちゃ金属があるんです。なので熱いもの食べると本当に熱伝導がやばすぎて、あ、そういうのがふんだんに食べる。苦手やば、おいしい。うん、なに、めちゃくちゃ温まる。なあ、おでん食べれて幸せ。こんにちは、キノピオです。こんにちは、キノピオです。おいしすぎ。本当はさ、 YouTube 始めて一番最初の年越しなんですよ。なので年越しの動画は Uber Eats いっぱい頼んで、揚げ物、チキン、ピザ、寿司食べていっぱい食べながら、いやー最高、 YouTuber って最高、年越し最高、イエイイエイみたいなやりたかったけど、ダイエット中なんで。なんかさ、大人になって食べれるものってめっちゃ増えたくない？だからさ、今まで牛丼の紅生姜とか、お寿司のガリとか、天ぷらの付属品のさ、ししとうとかアスパラとか全然わかんなかったの。こんな飾りいらんわとか思えたけど、意味がわかる。もう日本って最高、日本人って最高。すごいね、最後まで飽きさせないようにするって。海外韓国しか行ったことないけん全然分からんけど、本当日本に生まれてよかったとは思います。ご飯が本当に美味しい。韓国しか行ったことないけん分からんけど、おでんってさ、めちゃくちゃ体が温まるね。あくっ、うわ、あくい、ほんくの、ぬくがんわ。なんでこのスプーンにしたやろ。可愛い木のスプーン持ってるのに。自炊せんくせに可愛いスプーンとお皿だけはいっぱい持ってる。白身嫌いな人多いよね。みんなさ、今年の1年どんな1年でしたか。お祭りも花火大会も、ね、ダイエットの時ほんと納豆と豆腐マジ神。コロナでめっちゃ太った人いっぱいあると思う。どっちやろか。ニトリの鍋つかみ可愛くない。もう私は怒ってます。矯正の調整を月1行くんですけど、常にね、歯の噛み合わせが変わるから、最近ここめちゃめちゃ噛んでしまうの。もう1日5回は絶対噛む。口元が緩いとか、口角が下がってて気持ち悪いとかで、ね、口元が違和感あるとかね、コメント来るんですけど、矯正中なのですいません、本当に。申し訳ない。不快な思いさせてたら。見て、私の箸の持ち方って合ってる？ちょっと見ていただきたい。なんか違わない？私の箸の持ち方。いつから高1くらい？高1くらいまで私、箸の持ち方全然違ったんです。高校の頃までこうやって持ってたの最悪じゃないですか。
こうみたいな、お箸が薬指にこうやって当たる感じ、やべえと。私も高校ね、学校が終わると社会人になるじゃないですか。社会人になって箸の持ち方が正しくなかったら結構恥ずかしいなと思うようになったの。高校生ながらに箸の強制的に直すやつ買って、学校のお弁当とかもずっとそれで食べてました。もうこうやって指自分で挟んでさ、こういう感じで。最初はめちゃくちゃきつくて、だからこれは今もう綺麗な持ち方かは分からんけど、治るまで結構かかりました。だから本当にちっちゃい頃から箸の持ち方とペンの持ち方っていうのは覚えさせてもらったらよかったなと思ってて、私のところシングルマザーで、そういうなんかね、箸の持ち方とかそういうところの多分教育っていうかあれができてなかったんだと思う。もうお母さん本当にさ苦労して私たちを育ててくれたから、めっちゃ手いっぱいやったみたいで、なんかでも直せてよかった本当に。だからさ、ママとかできるようになりたいな本当に。箸の持ち方もそうやけど、彼氏と結婚するってなって、相手のお家にねご飯食べに行くとするじゃないですか。挨拶行ってご飯食べるってなった時に、魚が出たらどうしようってずっと思ってて、綺麗に食べれる自信がないから、焼き魚は本当に綺麗に食べれるようになりたい。一人暮らしとかして思うと、前の家から一回ね、一人暮らしこう2軒目なんですよ。引っ越すまでにも市役所行ったり住民票動かしたりとか、なんや退去するにあたってもとか、この世の中っていろんな手続きがめちゃめちゃあるじゃないですか。だから一番最初のさ2ヶ月間は口座引き落としできないから、自動的にね自分で振り込みに行かないといけないとか、結婚した時の手続きとか妊娠した時の手続きとか、社会人になってから必要な手続き、そういうのを私は学校で覚えさせてもらいたかった。経験して学ぶもんだよみたいなのあるけど、生きていく上で必要なものは知識として学校で勉強したいなって思った。そうだからさ、それこそ結婚式のお祝儀とかお葬式の香典とか、私まだどっちも経験がないから分かんないんですけど、その時のさ袋の書き方とか、今はさ Google 先生があるから、目上の人の手紙の書き方とか全部 Google 先生が教えてくれるけど、私のお母さんたち世代 Google ない時ってみんなどうやってそれを学んでたんだろうっていつも思うんですよ。いや聞いてください。そのグランピングがね温泉付きだったんですよ。大浴場だから男女で分かれてる温泉付きで、お風呂の脱衣所のところにさお財布が落ちてたんですよ。だからうわやばい、お財布落ちてると思って受付の方に渡しに行ったんですけど、人の落とし物拾って渡しに行ったのに、逆に私がお風呂場に洗顔とクレンジングと化粧水って全部忘れてしまって、プラマイゼロ、むしろマイナスです。めちゃめちゃショック。まあでもね、価値としてお財布の方が絶対的に大事なので気にしてないけどね。さ、今回の矯正の調整さ、ちょっと下の歯をいじったから唇がなんか唇が熱くなったりとか出たんですよ。口がうーって出てたから、でもさ大分県にラッシュあるの忘れてて、私唇がサラサお化けなんで、リップバームとリップクリームを買ってきました。このカメラ本当にすごすぎ。今までやったら、はいじゃあこちら紹介していきたいと思いますってこうやってたけど、手離したとしてもピントが合い続ける。本当にこれすごい優秀。私本当に買い物行かなくて、マジで普段外出ないんですよ。マジで出ないの。だから久しぶりにちゃんと自分の手で買い物したなと思って嬉しくて、なんか最近本当にとぼけてて、私視力めっちゃ悪いからさ、コンタクト寝るギリギリまでつけてるんですけど、寝る前ベッドの中でもうこうやって寝てて、やばいコンタクト外してないっていう衝動に駆られて、毎回コンタクト取ってるのに眼球直でこう触っちゃうの毎回で、いっとうわ外してたー、いてー外してたわーってなるんですよ。どうやったら治るやろこれ。夢に入る前の目つぶった状態で気づくから、外してるよっていうのも忘れてるんですよ。うわ、外してない、いった外してたわ。なんかそういうこと多すぎて、ほんとさ忘れ物も多いし、最近忘れっぽいし、なんか私のお母さんみたいになってきてるの本当に。なんかね、冗談抜きで友達にこの前これ話したやんって言っても初めて聞くとか思ったり、なんなんやろこれって。 YouTube 始めてから事務所に入ったんですよ。なのでファンレターを送っていただけることになって、ファンレターが送れるようになったんですけど、そしたらさ定期的にね、みんながファンレターをたくさん送ってくれるんです。ちょっと早いけどハッピーバースデーとか言ってね、ファンの子がプレゼントをいろいろ送ってくださって、あーかわいい、見てハンギョロのさ靴下、靴下買っても買ってもすぐ破いちゃうの、親指がつきって。だからね、ありがとう、大事にする、かわいい。見てください、こちらのジェラピケのね、絶対にこれキリちゃん似合うと思うって言っていただいたんですけど、ほんとに嬉しい。そう、こうお家の中ですっごい生えてる、気持ちいいの。ありがとう、ほんとにありがとうございます、みんな。ほんとにね、よし、ちょっと残ってるんですけど、これは後で食べたいと思います。一旦ごちそうさまでした。私唇舐める癖があるから、ご飯食べるとねリップがすぐ落ちるんです。はい、ということで大変な1年間がやっと終わりますね。皆さんお疲れ様でした。本当に1年間、そして1年間本当に応援してくださってありがとうございました。
大丈夫頭皮大丈夫だった？本当にね、2020年の2月から YouTube を始めたんですけども、約1年でね、36万人以上の方にチャンネル登録をしていただいて、本当にみんなありがとうございます。いつもいつも本当いつもありがとうって思ってるけど、みんなに伝わってるかなってすごい心配なとこがあって、感謝の気持ちをお返しするために私なりのいろんなことをね、こう発信してみたり、今後のお仕事も全部みんなが喜んでくれるかな、みんなが嬉しいと思ってくれるかなっていう気持ちでね、お仕事をしてます。来年はね、スタイルブックの発売が決まったんですけども、もう一つお知らせをしたいことがあるので、来年また楽しみにしててください。本当にね、みんなのいつものメッセージとか、みんなの言葉が私の中の、なんだろう、機動力になってて、よくね、キリちゃんいつもありがとうって言ってくれるんですけど、私はいつも皆さん本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。これからもみんなと一緒に頑張っていきたいなって思ってます。みんな本当にいつもありがとう、大好き、本当に本当に大好きです、皆さんのことが。本当に来年は絶対何かしらの形でイベントとか会える機会を絶対に作ると思いますので、その時は皆さんよかったら遊びに来てください。私の弟も成人式がなくなっちゃったんですけど、本当ね、人生に1回の晴れ舞台の成人式がなくなる年が来るなんて思ってませんでした。卒業式、入学式がなくなっちゃったりとか、就活が大変になったりとか、数え切れないくらいたくさんのみんなの思いがね、本当に詰まった1年だったと思います。2021年は元気に、ハッピーに、みんなが幸せに過ごせるような1年になったらいいなって私は心から願っております。みんな人生は本当に1回きりしかないから、自分の人生は自分で幸せになれるように作っていきましょう。人に迷惑かける以外はもう何しても私はいいと思ってます。なので自分の人生ハッピーに笑顔で2021年も過ごしていきましょう。ということで、2021年のキリマルもどうぞ皆様よろしくお願いいたします。そして日付変わって2021年に見てくれてる今、みんな明けましておめでとうございます。みんな幸せな年になりますように。ということで、これからもみんなよろしくお願いいたします。やばい、ハゲてるからな。終わりたいと思います。みんなありがとう。今日から楽しんでいっぱい笑って、たくさん笑って、ハッピーな幸せな年にしましょう。じゃあみんなまたね、バイバーイ。